皆さんこんにちは、ケンです。今日は私がアンバサダーを務めている丸八工機さんの新商品を紹介したいと思います。はい、今映ってるこちらになるんですけども、パッと見ですね、メンテナンススタンドに見えると思うんですけど、車載用スタンドに、どちらも使うことができるっていう、まあ、一石二鳥の商品になりますので、よかったら見ていただけたらと思います。実際にまずはディスプレイしてみましょう。で、今回のこちらはこうやってすれば、まあ、水なし洗車とかハンドル周りとかっていうところのメンテナンスはできます。片輪をねロックして安定感があります。まずはこういう使い方ができます。ここの後ろ、ここを回す、ネジを回していただくと、こういう風に高さを自由に調整することができるので、スポーツバイクとかミニベロとかある程度ですね、汎用性があります。しかもこのスタンドとしても結構軽いので、持ち運びにも便利ですね。 2.15 軽っ。約2キロぐらいですね。え、そんな軽いのにあんなに安定するんや。棒も長いので横に倒れることもよっとないですね。まずこれが、ディスプレイスタンドモードと呼んでるんですけど、ミニベロから、まあ、マウンテンバイクのタイヤまでですね、いろんなタイヤをある程度はめることができます。次に車載モードにできます。実はこの後ろ見てもらうと分かるんですけど、これを R 連キー回すと外すことができます。で、こうやって抜いてもらうと、そうするとこういうふうに2分割できるんですね。2分割できます。で、これをどうやって実際に使うかっていうと、今動画撮ってきたのでその映像を、映します。はい、こういう感じで車載することができます。私の車は比較的車高が低いレヴォーグなんですけど、レヴォーグにも、積むことができました。レヴォーグに限って言うと、フレームサイズにもよるんですけど、ちょっとサドル外さなきゃいけなかったり、下まで下げなきゃいけないっていうことはあるんですけども、この製品で車載することができたので、まあ、ある程度の車高の高さがある車だったら、積むことができると思います。まあ、スポーツカーとか、セダンとかねは厳しいとは思うんですけども、それ以外のある程度の車は積むことができると思います。レヴォーグに関して言うと、まあ、下が何ですかね、こういう毛羽立ってるようなシートになってるんですけども、そういった場合は付属のこのマジックテープをつけた部品を取り付けることによって、まあ、車の中で倒れることがなくなります。しっかり固定されます。床がツーツーの方はマジックテープを床に事前に貼り付けておいてくっつけるっていうことをすれば外れることがないです。こういう風に活用することができて、まあ、出先でもですね、こういう風にまたはめていただいてディスプレイスタンドとして外でも使うことができるっていう仕様になってます。今回ね、アンバサダーではあるんですけども、いろいろ意見は言っていただいていいっていう許可いただいてるので、私なりにちょっと、言うと、ここの、要は車載モードに変更するときに R 連キーが必要なんですね。で、それがちょっと R 連キー持ってかなきゃいけないっていうのが手間かなって個人的にちょっと思いました。まあ、少しの話なんですけどね、例えばここのネジとかをこっちと同じように手で回せるタイプのネジで外したりつけたりすることができると、もっとなんか手軽な感じがしませんか？うん、私日頃修理とか整備大好きな人間なんで、アンレンキーとかでこうやってやることに対しては全然抵抗ないんですけど、こっちせっかく手で動いてこうやって調整できる、簡単にできちゃうモードのネジを使ってるので、ここにね頭とかつけてね手で回せるような仕様だと、よりいい製品になるんじゃないかなって個人的には思いました。今まではこれ私自作で作ったものなんですけど、こういうふうに同じように、フロントフォークで挟んで車体を運ぶっていうのと、現地走りたい現地に着いたらこの軽いスタンドを持ってってメンテナンスの準備するってことをしてたんですけど、今私の使ってたこの
車載でもう運ぶ際に使ってたアイテムがいいとこ取りもう全部合わさってこれになったっていう商品が分かります？言ってること、うん、分かるよ、はい、もうこれ2つ持ってかなくてよくなったんですよ。これもね結構やっぱあえて重くしてるんですよ。この木のやつが重たいんですけど、これだけで多分同じく2キロぐらいあると思う。今日はあの倒れないようにあえて重くしてるんですけど、でこれも持ってくっていう、まあ、手間だったんですけど、これ1個あればね、家でのメンテナンススタンドとしても使える。でかつ車載用のスタンドとしても変更できるっていう 2way ですね。はい、非常に、いい商品だと思います。私そのさ 2way ののもすごくあの特徴かなと思うけど、パッと見さっき自転車を置いた様子を見ててめっちゃ楽そうって思った。楽ですね。あのね、そっちのタイプに自分で引っ掛けたこと何回もあるけど、なんかどこにかけていいか迷うのよ、正直。まあそうだね、それもあるし、やっぱりそのまあかけるの失敗してもう一回かけるとかもかけ直して位置が悪くてね。そう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 、なんか、まあ、なんか毎回迷ってしまってどこにかけるんやっけってなって、多分スタイリッシュだよね。変なとこにかけて、まあ、こうやってもう要はボンって置くだけ。置くだけやん。合わせておくだけ。これさ何も考えなくていいから、はい、私はすごく。しかも倒れにくいじゃないですか。そうそう、だからなんかこっちは簡単になるのに結構安定してる感じがするからびっくりしてる。そうだね、おまけに軽いしね。でこっちだと今マミが言ったようにこういう風にねかけるの失敗したりするとこうやって安定しないし、あ、そうそう、あ、意外と安定感がないのよ。あとはこうやって書き直、ほらこうやってね間違えたりとか、はい、はありますよね、うん、でこうやってほらグラグラしちゃうしね。意外となんかグラつくイメージがあって、うん、これ便利ないけどさ外で。そうだね、持ち運びに、まあ、もちろん出先でそんなメンテナンスすることはあんまないと思います。これもこれでいいとこあるんですよね、まあ、こういう風に変速の調整、うん、あ、浮いてるからね、できたりはします。なのでそれはそれでいいとこはあるにはあるんですけど、うん、折りたためるしね、まあこの持ち運んでいろんなとこにもう手軽に置けてっていう製品ですね、うん、まあ、ちょっと用途が違いますけど、まあ、このスタンドは非常にいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。こちらの商品は2021年11月2日よりクラウドファンディングで先行発売されます。11月2日以降この動画を見ている方は概要欄にそのページのリンクを貼らせていただいているので、興味がある人はお早めにご購入ください。他にもね、あの丸八幸喜さんの商品これからも紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。